蟹江、CV 島の花、いろはたちのクラスメイト。終わり。プリキュア界隈で話題沸騰中の蟹江ちゃん。このモブ子の蟹江ちゃん可愛い。この可愛い子蟹江ちゃんって言うんだ。蟹江ちゃん目立つな。なんだこのモブだけどモブじゃないオーラ。ワンプリ8話に彗星のごとく現れたモブキャラ蟹江ちゃん。ちょっとさ、蟹江ちゃん可愛すぎじゃない？大熊さんでかくねえ？と思ったら、蟹江さん背が小さいんか。なんか雰囲気が違うんだよな。蟹江ちゃんちょっとミステリアスな感じで可愛い。蟹江ちゃん目元が可愛いな。話題になってるけどワンプリの蟹江ちゃんマジでモブか疑うくらい可愛い美女してる、蟹。なんだこのカルト的人気は。蟹江ちゃん敬語キャラ、空晴れ渡るの後釜かな？あのビジュアル、おっとりそうに見えて腹黒そうにも見えるのがいい。蟹江ちゃんがフルネームで紹介されてたら、もしかしたらワンチャンあるかもなって自分も思ってたかもしれない。蟹江ちゃん小麦さん、名字は何？僕蟹江ちゃん、下の名前は何？大熊さん蟹江ちゃんより先に猪狩くんのフルネーム公開が先なのか。蟹江ちゃんの足に真っ先に目が行ってしまう。大熊さんと蟹江ちゃん座り方でも個性出てたの見逃さなかったよ上司。蟹江ちゃんだけ座り方がセクシーなのエチチすぎると思いました。前回登場のはずなのに蟹江ちゃんがめちゃくちゃ見慣れてしまっている。蟹江ちゃんもそうだけど小麦はパンツタイプの制服。いかにもスカート選びそうなおっとり系の見た目とズボンのギャップ、多分スカートだったらここまで盛り上がってなかった。裾から出てるシャツというギャップも加わって逆にいいまである。これはもうプリキュアの素質ありすぎでしょかに。あれが噂の蟹江ちゃんですか。蟹江の可愛さが怖い。自分の目立つ位置を理解している娘。クラスメイトモブにあるまじき可愛さ。ほんとねえ、なんでこんなに可愛くしたかねえ。ありがとうございます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 ありぐ。これだけの要素がありながら逆にしっかりモブキャラの枠に収まってる範囲でもある、奇跡のバランス。一回のモブで終わっても話に絡んでもどっちもありなデザイン。大ヒット蟹江ちゃん。蟹江ちゃんのキャラデザ素晴らしいな。なんで蟹っぽいってすぐわかるんだろう。みんな気がついてるかもだけど蟹江ちゃんの前髪って蟹のハサミの形になってるんだよね。蟹江ちゃんのお弁当には蟹さんウインナー入ってるんだろうな。蟹江ちゃん、タラバガニは蟹じゃなくてヤドカリなんだよと言って欲しさがある。蟹江ちゃんは足がうまい。絶対モテモテだよ蟹江ちゃん。蟹江ちゃん一番前の席だね。もしかして、視力あまり良くなかったりするのかしら。蟹江ちゃんの情が先感。蟹江ちゃん、やっぱりモブだよ派とワンチャン追加戦士派に分かれてる絶妙なバランス。火災会長が名もなき生徒会長で出た瞬間や、魔法使い第1話の CV 早見沙織の猫みたいなお前のようなモブがいるか、追加戦士だななのも嫌いじゃないよ。名字のみ公開で立ったあれだけの出番でこのビッグウェーブ、恐ろしい子。蟹江ちゃんってさ、現状判明しているキャラの中で現状唯一水中というか海の甲殻類というか割と特別な立ち位置の名前だと思うんです。ぜひとも何か掘り下げがあったらいいなって。なんだこの蟹江ちゃんだけで映画できそうなくらいの盛り上がりは。プリキュア界を席巻するモブ蟹江ちゃん。蟹江ちゃんとかいうほぼ一週間おすすめトレンドに居続けた女。この一週間蟹江ちゃん見すぎて到底モブには思えなくなってきた。蟹江ちゃんフィーバーを知ってかのような連続出演。蟹江ちゃん人気を公式がわかっているかのごとく、もう毎回出てくるようになってるな。今週も蟹江ちゃんが可愛い。毎回喋ってるモブさん。蟹江ちゃんの絵が流れてくるたび、いくら可愛いとはいえモブでしょ？なんでこんな流行ってんの？ってなってたんだけど実際に見たらあの子画面の中で明らかに存在感が違ったわ。蟹江ちゃんにみんなが夢中な理由がわかった。蟹江ちゃん髪の毛モックモフなのとてもとても可愛い。こんなにサイドキャラに心惹かれたのはスタープインクルの姫の城桜子以来かも。あれも CV 太一陽さんだったんだよな。そろそろ敵女幹部かプリキュアできたそう。この絵だと妙に大熊ちゃんも丸っこい顔で可愛い。メイン4人それぞれ例年以上に人気で、ウサギコンビとかママさん方まで人気でなおモブの蟹江ちゃんが革命を起こすのすげえなワンプリ。蟹江ちゃんも可愛いしリボンの子とか今作モブのレベル高すぎるんだよな。個人的には蟹江ちゃんの隣のメガネっ子が気になる。蟹江ちゃんが人気ですがワイはカチューシャ娘が推しです多分牛込さん。
カニエちゃんといい、オオクマちゃんといい、今日のイガリくんといい、クラスメイトが魅力的なのいいよね。プリキュアでクラスメイト一人一人のデザインまで凝ってた作品はあまり思いつかないから、そういう意味でも珍しいかもしれん。カニエちゃん、そのうちどこかの落語家の生徒みたいに変身しないだろうな。まるで追加戦士候補家のような扱い。でもよく考えたら初登場のタイミングではもうこの辺制作終わってますよね。スタッフしてやったり。もう夏子京子みたいに曲出してほしい。制作陣もこの人気に気づいて、サトルくんほどじゃないにしてもモブとレギュラーの枕井の活躍をさせてほしい。カニエちゃんからモブの匂いがしない、もしかして。カニエちゃんめっちゃ黄色プリキュア似合うと思うんだけど、ならんのかな。今年ちょうど黄色枠空いてるんだけどな。プルカ、キュアキャンサー。カニエちゃんじゃんけんで絶対チョキにこだわりがあるんやろな。カニエちゃんとピースがじゃんけんしたらどうなるのかな。カニエちゃんと足じゃんけんがしてーなー。カニだけになかなか起き上がれないカニエちゃんが見てー。カニエちゃん、カニをともぐいして。カニエがいるならエビハラもいそうだな。だったら沢村もいてもいいな。ポケモンかな。界隈は運営の手のひらの上で転がされてるかのようだ。もう二次学一部メンバーみたいにモブから昇格させようぜ。待って、カニエちゃん声めっちゃ可愛いやん。CV 島の花さんた作品でも主役やり始めたし、ガチで次回作プリキュアあるでよ。笹恋とかいうカニエちゃんとアスカ先輩の中の人がゆりゆりするアニメ見とけよ見とけよ。大熊ちゃん、カニエちゃんを筆頭にクラスメイトの出番が多くできるのは、小麦いろは、雪まゆ、大福サトルとそれぞれ家族でメインのプリキュア個人の話をまとめられるからだと思う。実はカニエちゃんは敵の幹部でと言われても納得するデザイン。これワンちゃん、カニエちゃんがガルガルの卵を用意してるんじゃね。カニエちゃん、カニ、ジョンギーレ、ジョンギーレの声優ハイロはパパ、は。東映よくわかったな、消えてもらおうか。カニエちゃん来週も出番確定。カニエちゃんと大熊ちゃんのこの身長差たまらん。登場人物全員名字動物だから大熊さんも熊飼ってる説本得さ。カニエちゃんがペットのカニと変身して、大熊さんがペットの熊と変身して戦ってほしい。大熊ちゃんが好きです、カニエちゃんが嫌いというわけではない。カニエちゃんにばかり注目したら大熊さんが泣いちゃうよ。若い子はみんなカニエちゃんが好きだろうけど、おじさんくらいの年齢だと大熊さんみたいなのが好みなんだよ。ひどいフォロー。カニエちゃんも可愛いけど、私は大熊さんの方がかっこよさげな雰囲気で好きです。鋼の石。大熊ちゃんも可愛いんですけどね、カニエちゃんが爆発しすぎましたね。セリフの数も映った時間も大差ないのに。次回予告の1カットだけでも盛り上がるカニエちゃん好きのオタクたちなんなん。そんな焼肉の匂いをおかずにして米平らげるみたいな、訓練されすぎだろプリオジ。パッと見アクティビティに見える大熊ちゃんがスカートでおっとりしてそうな、カニエちゃんがプリーツスカートなの、なんかしらの癖を感じてしまう。カニエちゃんぬいぐるみ出てほしい。そしたらカニの頭巾着せるんだ。カニエちゃんには私服パーカー着ててほしい。カニエちゃんに見下ろされたいカニ。まゆちゃんとゆきちゃんはまだ変身しないのかよとストレスになるけど、カニエちゃんは画面の端に映るだけで癒されるからハードルが低い。カニエちゃんがあまりにも可愛すぎて目がそっちにしか行かない。チラ見してたのがバレた時カニエちゃんに軽率に投げキスされてー。ずっとカニエちゃんのこと考えてる。アニメワンダフルプリキュア、毎週日曜日朝8時30分から好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。